今日はテキサスにあるウェイコという町について話します人口は10万人ぐらいいるのでウェイコは大きな町ですウェイコには歴史的なダウンタウンがあるしきれいなベイラ大学もそこにあるので人々はそこで何か面白いものことを発見できますきれいな景色を探していますか 真ん中に流れている川はユダいなブラザス川ですおいしい飲み物を探していますかドクター・ペパーという飲み物は1 8 1 8五年にウェイコで作られましたが今もっとおいしくなりました子供がいますかキャマロンパークという動物園があります泳ぐのが好きですか夏に ウェイコという湖は一番人気な場所です。有名な橋があって、その橋を渡りながら綺麗な景色が見られます。意外に素晴らしいところです。ウェイコに行ったら楽しい時間を過ごすことができます。